アフガニスタンの首都カブールで爆発が起き、少なくとも10人が死亡しました。カブールにあるスニ派のモスクで29日、大規模な爆発が起きました。イスラム主義勢力タリバンによる暫定政権は、少なくとも10人が死亡し、30人がけがをしたと発表しています。犠牲者はさらに増えるとみられます。AP 通信によりますと、モスクには当時数百人が礼拝に集まっていて、タリバンのメンバーも多数いたということです。爆発の原因は分かっておらず、犯行声明も確認されていません。前日にはアフガニスタンの北部の都市で車2台が爆発し、少なくとも9人が死亡しました。アフガニスタンでは去年、タリバンが再び権力を握ってから対立する過激派組織イスラム国によるとみられるテロが全土で相次いでいます。